アンナマリア・ラブノポルスカディーンは、ブルガリアのハープ奏者、作曲家である。アンナマリア・ラブノポルスカディーンはソフィアに生まれた。彼女は、イタリア人の博士で、ハープ奏者のリアナ・パスキリーに学び、後に、アメリカに移住して、インディアナ大学で、著名になる前のスーザー・ン・マクドナルドに指示した。彼女の師匠はどちらも、フランスのハープ学校の卒業生だった。インディアナ大学で、 アンナ・マリアはスペリオル・アーティスティック・アチーブメント・イン・ハープ・パフォーマンスとして芸術の学位を受けた。彼女は1992年にカーネギー・ホールのリサイタルホールでニューヨークデビューした。アンナ・マリアはそれ以前からニューヨークの WQXR ラジオのマグロ・ヤング・アーティスツ・ショーケースという番組で紹介されていた。1992年、彼女は ブルガリアアメリカン大学の創設者の一人となった。その大学で彼女はハープやピアノの理論及び実践の授業を受け持っていた。2008年、彼女の生徒たちはバルカン半島で初めてピョートルチャイコフスキーの式のフルバージョンを演奏した。彼女の演奏の最も有名なものの一つは2002年にジュネーブで開催された第8回世界ハープ会議でのものである。 ここで彼女は左手の部分麻痺に苦しんでいたにもかかわらず、6代のハープのアンサンブルのトップと独創を見事に務めた。2003年、彼女は作曲にも才能を発揮するようになった。彼女の最初の作品インプロビゼーションはブルガリア民謡の形式で作られた。ミュージックイエスタデートゥデイ2002ムシカルホライズンズボリューム7から82001 21から25、27から33、ぜ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 、スタンドとニュース11順2008、順二 2008, アクセスと16、ディセンバー2008、2008, インブルガリアンハット、http コロンスラッシュスラッシュ、www.aubg.bg スラッシュ、template1.aspx、ページイコールニュース、ascx&、メニューイコール0、0、0、0、 二度イコール八十六、ありがとうございます。